2023年12月15日に現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発したよ。これはアメリカの下院議会が前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟オーカス沖縄成果だと評しているな。さて今回はオーストラリアへのバージニア級攻撃型原子力潜水艦の売却が本決まりした件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に、大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるんじゃないかな。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容はオーストラリアがアメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べたよ。これまでにもオーカスの締結によって、オーストラリアはアメリカから少なくとも5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は主にイギリスとの協力で新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきたよな。今回のニュースはその動きを確固たるものとする政治的で具体的な第一歩であると目され、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えると思うぜ。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶんだけど、その内容にはオーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいるみたい。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろうね。こうした報道を受けてオーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況だと思う。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有運用しているのみで、その老朽化が課題となっているんだって。コリンズ級は水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル。全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の錬金の収益からも20年以上の歳月が経過しているな。このコリンズ級はスウェーデン海軍のベステルエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル。全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として533ミリメートル魚雷発射艦6門を艦首部に装備しているぜ。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され今は実戦配備中の潜水艦としては最古参の親潮型にほど近く、こちらは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル。全幅 8.9 メートルとなっているよ。親潮型はネームシップにして1番艦の親潮が1988年3月、最終11番艦の持ち潮が2008年3月に収益を迎えた艦艇だけど、すでに1番艦親潮は2023年5月に除籍、2番艦道潮、4番艦巻潮も練習潜水艦に変更されているね。したがって現時点で海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は8隻を残すのみとなっているんだけど、
ご存知のように海上自衛隊では年に1隻ずつの新造艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されているんだ。四方を広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊はその戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは自国の国防の要となっていることは言うまでもないよな。現在の海上自衛隊ではこうした潜水艦隊を22隻体制とすることをかつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは2011年度からで達成に至ったのは昨年2022年のことだぜ。2011年以前の防衛計画の対抗においては海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯があるよね。したがってそれ以前までも年に1隻ずつの潜水艦の新造艦の追加は行われていたんだけど、それは裏を返せば最低で16年で潜水艦は実戦配備を外れる状態だったと言え、今はそれが22年のサイクルへと伸ばされたということができるんだ。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の大体のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は当然あったわけだけど、このサイクルが日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きいよね。翻ってオーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点ではアメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くともその配備は2030年代の前半と目されており、未だしばらくの時間を必要とするぜ。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは現行のコリンズ級に近代化改修を施し運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそもコリンズ級は開発段階から様々な問題にさらられていた艦艇だったわけだ。コリンズ級は一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく信頼性に乏しく、一時期は6隻中で稼働可能な艦艇はわずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだったな。こうした状況下、オーストラリアはコリンズ級潜水艦の代替を進めるべくプロジェクトを始動させ、2016年4月にはフランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定したよ。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には一部で懸念する声が上がったものだったんだ。当時の日本はこの時のコンペにはその時に自国でも最新型であった双流型を提案していたとされ、一時期はアメリカが日本の双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まったよね。しかし当時のオーストラリアは国内の製造量の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は双流型は完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられているぜ。それに対してフランス案はオーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果としてそれが大きな決め手となってアタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだったな。結果として2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで海軍力の増強を図り南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、またアタック級の計画の遅延と費用の増大もそれに拍車をかけたと言われているらしい。こうした流れからコリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそバージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに再度日本からの通常動力型潜水艦の、調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれているみたい。ただし個人的にはこれまでの経緯を総合して考えてみても、
今さら日本が通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。